斜め読み、略してキースポー。こんにちは、金曜トースポ斜め読み、略してキースポー始まります。この番組は金曜日発行のトースポ紙面の中からレースの参考になりそうだけど見落としちゃいそうな記事をピックアップする番組です。ぜひ馬券購入の参考にしてみてください。司会は東京女子プロレスの角田奈緒です。よろしくお願いします。解説はトースポの山口さんです。はい、こんにちは。はい、角田さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今週もね、土曜日の注目レース、先週のレースが、はい、KO 杯、KO 杯、はい、なかなかね見どころのあるレースで、はい、メイケエールが力の違いを見せて、ね、メイケエール強い、やっぱり、ね、前半もこんななってもあのやんちゃぶりをすごい見せてたんだけど、かわいい、それをね池蔵ジョッキー手の内に入れてて、はい、すごい末脚で、ね、はい、でこのコーナーで注目したリフレーム、うん、ね、いい競馬見てたんですけどね、はい、いつも通り直線で外に行っても相変わらずの相変わらずのだだっこぶりを見せてのあれだったんですけど、はい、まあまあいい予想はできたかなという気がするんで。そうですか、そうですね、そうでしょうか、はい、スタッフさんが笑っております。はい、勢いに乗って勢いに乗ってね、土曜の注目レースを、はい、はい、土曜の注目レース解説を、はい、はい、ということで、はい、山口さんが注目したレースは、はいはい、土曜中京11レース、はい、平安ステークです。はい、平安ステークスです。平安ステークスね、はい、はい、もうかせね、う解説していただきましょう。はい、はい、お願いします。まあ、そうですね、大体もう帝王ケーンズが強いんです。帝王ケーンズ、はい、もう去年のね、うん、チャンピオンズカップ、はい、もう圧勝でしたからね、6馬身差の圧勝。そんなに、そうなんですよ、そんなに、うもう独走じゃないですか。そうなんです、もうね、ちょっと力の違いを見せつけたという感じで、はい、まあ、こういう軸馬がいるから、はい、まあ、馬券的にはね、まあ、この馬が来るか来ないかということだけでも、ね、うんうんうん、買い方としてはそうなんで、はい、まあ、普通に買うならね、帝王ケーンズを軸に、はい、どう絞って買うかというところなんで、はい、もう私の買い目を、じゃあ買い目を、はい、帝王ケーンズ、まあ、普通に考えればね、軸で、はい、ドン、まあ、相手をちょっと絞りつつという感じで、はい、まあ、帝王ケーンズ今回あのサウジ、はい、サウジアラビアに遠征してからの海外帰りっていうことになるんですよね。なるほど、そうなんです、あ、そうか、3ヶ月お休みしてってことですね。そうですね、まあね、一昔前だと海外から帰ってきた馬っていうのは結構、ね、うん、ダメージとかいろいろあって、はい、こう不安要素になることが多かったんですけど、うんうん、もう最近は調教のノウハウとかいろいろ進歩してきて、はい、マイナス材料になりにくくなってるんですよね。なるほど、これもまあ調教もね、決して万全な状態とは言えないですけど、はい、まあ、順調に乗り込んできて、うんうん、調教の動きも9大点以上なんで、まあ、普通に力は出せるだろうなと見て、なるほど、影響はなさそうと、あと59キロも当然不安材料ではあるんですけど、うん、そうですね、確かに他より2キロ多いですね、3キロ重いんで、重いですね、そうですね、でもまあチャンピオンカップの走りを見ると、ね、その2キロ差ぐらいでは逆転されないんじゃないかなと見て、今度は順当に勝って、はい、まあ、相手もオーベルニュ、はい、ね、このまま中京もすごく相性いいし、うんうんうん、あとは順当に名称ハリオ、ね、前走重賞勝って勢いある、はい、うん、まあ、まあ、この辺で絞って、まあ、結構手広く気になる馬はいるんですけど、はいはいはい、まあ、確率としてもこの辺りが一番いいかなと思って、手がない感じの買い方ってことですね、はいはい、まあ、あと11番のサンダーブリッツなんかも、はいはい、よく追い切りの動きもいいし、うん、充実ムードなんで、なるほど、川田ジョッキーでちょっと注目したい人なんで、おこの辺りが来れば、はい、ちょっとはね儲かるかなと思ってくれなんですけど、ですけどあるんですよ ね, ね、これがちょっと、ねね、当たり前すぎてあるんですよね。でもね、私はね、こういう山口さんのこっちに乗っかりたくなっちゃう、穴なら、そう、穴ならパターンね、穴ならパターン、ワイドボックス、ね、まあ、今はね帝王ケーンズを褒めたんですけど、はい、うん、全て全部逆いけるんですよ。普通はね、まあ、59キロ当然背負ったことない筋量なんで、はいはい、当然マイナス材料になる、うんうんうん、で海外帰りになるんですけど、結構海外で結
構もう発着なんですけど、もう手も足も出なくてもうボロボロの馬、ね、そのもう惨敗しちゃったんですよね、はいはいはい、こういう馬の場合はちょっとメンタル面での不安っていうのは結構あるんですよ。なるほど、ね、今までこうブイブイ言ってたのがちょっと強いのにやられちゃった、はい、人間もねちょっとあのシュンとなっちゃうじゃないですか。シュンとなっちゃうんですよね。なっちゃうこともあるんで、馬も結構ね、はい、メンタル面っていうのは結構大事なんで、うんうんうん、海外でちょっと打ちのめされてきて、なるほど、帰ってきてちょっとそのあたりの影響がどうかっていうのも気になりますし、うん、まあ、目標も当然先なんですよね。次帝王賞っていうレースがあるんですけど、はいはいはい、そう考えるともしかしたら、まあ、もしかしたらですよ。いやでもすごいです、これここの穴ならに、うん、でもこう入れないっていう、入れないもうこれはもう何年多分ね、入れそうだったらもうちょっといい、ね、それだとちょっとそっか、この完全に ね、 ね、ここね、だからオーベルニューに可能性をかけて、そうそうで、あと穴ってことですね。何がね、こう何が根拠かというと、はい、平安ステークス、ダートの 1900m なんですよ、うん、ほうほうほう、なかなかない番組なんですよね、ダートの 1900m、 ダートの 1900m なかなかないんですよ、はい、で今、京都競馬場が改修してて、はい、そのこう開催日程がいろいろ変わってて、うんうん、こう中京のダート 1900m で行われてるんですよね、はい、1900m、まあ、大体 1800m とかレースが多いんですけど、ね、うん、100m 違う、うん、結構それ、ね、リズム違うもんなんですよ、まあ、100m 伸びるって、そうそうなんですよ、特殊な条件ではあるんですよね、はい、でそう考えると帝王ケーンズはこの距離は走ったことはありません。でもこの距離を勝ったことのある馬が何頭かいるんですよね。なるほど、そうなんですよ、その勝った馬のボックスで勝ってみようじゃないか、そういうことか、経験してるんですね、この距離を経験していい成績を残している、はい、なるほど、 1900m というレースの独特なリズムの中、はい、勝ってる馬、じゃあ、ね、そうなんですよ、まあ、中でも注目したいのが大外16番のペルセウスシティですね。この馬唯一この条件で2勝してるんですよ、ね、あ、へえ、なるほど、そうなんですよ、前走もね強い勝ち方してるし、はい、お、このままぐんぐん力つけてきているんで、はいはいはい、今の勢いで通用するんじゃないかなと。ここは大外っていうのは全然気にならない、まあ、このままね、刺してくる馬なんで、あ、なるほど、むしろみんながこう帝王ケーンズをうちでこう、はい、マークしてウィーッと行ってくれれば、はあはあはあ、展開も向きそうだし、むしろ良い、そうなんですよね、なるほど、はい、でも、まあ、あと他に勝ってるオーベルニュと、うん、オーベルニュは去年勝ってる、去年この条件勝ってるんで、はい、うんうん、あと、9番のサンライズホープ、はい、10番のスマッシングハーツ、うん、この辺りが絡めば、で帝王ケーンズが飛べばちょっと大変なことになりますよと、よと、ということなんです。だから山口さんと気持ちよく勝ちたい人はもう、あ、こっちのパターンに、まあ、頭の中ではできてるんですけど、この結果で頭の中では実際は分かんないけど、はい、そうです ね、はい、はいはいはい、はい、どうでしょう、こうか、はい、まあ、どっちが買いたいかというとね、でも買い目そんな多くないんで、はい、両方乗っかってもいけるぐらいですね、全然、そうですね、うん、多分でも結果としてはこっちに帝王ケーンズ入れとけばよかったかなといううちだったらなるかもしれないんで、はあ、なるほど、まあ、まあまあ楽しみましょうということで、はい、はい、どうでしょう、ありがとうございます、はい、いやちょっと乗っかろうかな、前回も私乗っかったんですよ、穴ならパターンに買いました1点だけ、まあ取れませんでしたけど、分かってないですね、いやいやいや、でもね、夢を買って、これはね、山口さんに乗っかって夢を夢を言ってるんですよ、そうそう、はい、なのでそれでじゃあ当たったらね、ぜひ一緒に焼肉でも ね、夢は叶わないから夢だ、夢なんですよね、やめてください、はい、ではその前に、はい、その前に、その前にチキン作り、はい、今週も締めの中からいくつかね、はい、記事をピックアップしてきたので、はい、紹介の方よろしくお願いします、はい、お任せあれ、はい、ではまずは馬5名、東京7レース金3走は2桁着順が続いているラボルタだが、すべてスタートで出遅れて流れに乗り切れなかった。この中間は入念にゲート練習を消化、これまでのウッド中心の調整パターンから販路に切り替えた効果で変わり身が期待できる。出ました、山口さんのこのね、調教のこのパターン、先に言わないでください、言うことダメになっちゃうから、そうなんです、好きですもんね、そうなんです、はい、ね、まあね、結構ね、販路からウッドに切り替えるパターンっていうのは、はい、うん、あるんですけど、はい、それ結構構想パターンと注目してるんですけど、うん、まあ、逆も当然ね、
ウッド中心から反論、はい、まあ、反論っていうのは距離短いんですけど、うんうん、一気にこう駆け上がるので、はい、こう瞬発力つけたり、うん、効果はあるんで、はい、まあ、その点とあと中間に入念でゲート練習をしようかな、うんうんうん、でゲート練習するのも結構馬に負荷がかかるんでなかなか、ね、そうなんですね、うまくこう調整しつつじゃないとなかなか組み込めないメニューなんで、はい、まあ、この馬そうやって2つこうポイントがあるんでゲート練習きっちりしてきたことと販路へのスイッチっていうことですね。なかなかこのままゲート練習ってどういう本当にゲートを、まあ、何度も通したりっていうのですし、あとはまあもっとひどい場合になるとこうゲートの中で縛ったりっていうのは、あの中にずっといるってことですか。ベルベルと我慢されたりとか、わあ、でも慣れが大事ってことなんです ね、まあ、ですね、ああいうところに入るんで、ね、キーってなりそうですね。あのストレス、あのストレスかかりそう。いろんな馬がいて、はい、入るの中に入るのが嫌な馬っていうし、はいはいはい、でも中にいるのが嫌だからすぐ出ちゃう、出たいからゲートがすごい速い馬っていうのがなかなかいる。スタートがそうなると速い子もいる、もう早く出ないからっていう馬もいて、いろいろいてなかなかねゲートっていうのは大事な要素になるんで、なるほどね、結構だからもうゲート練習っていうのは結構大事なあれで、うん、まあ、今2歳馬結構増えてきてるんですけど、はい、まあ、ゲート好きっていうのが一番初めクリアしないといけない課題なんですね。おー、そうなんですね。ゲートを入って、まあ、入らないと出れないですもんね。どのくらい早く出られるかっていうのをまずはそこをクリアしないといけないっていうのが第一ハードルなんで、はい、ゲートっていうのは結構注目していくと面白いところですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、最後は馬11面聞き耳、中京5レース5月22日生まれだけに今後の伸びしろが大きいというデビッドバローズ、遅生まれの分これからの良化を期待している馬、現状でも勝負になるだけの体制には仕上がっていますと、スタッフは好勝負を期待するということですが、はい、はい、こちらは5月22日生まれ、ね、もうすぐお誕生日じゃないですか。そうなんですよ。あ、そうです、そうですね。え、日曜日ですよね。あ、じゃあ前日に走るということか。あ、じゃあ前祝いで、前祝いですね。前祝い、そうだ、確かにそうですね、そうですね、はい、でこの馬5月22日生まれ、はい、うん、結構ね今はだいたい春に生まれるサラブレッドなんですけど、うんうんうん、まあ、3月4月多いんですけど、うん、結構新馬戦っていうのが早くなってきて、時期が今もうダービーが終わったらすぐ新馬戦が始まる。ほうほう、昔はもっと1ヶ月2ヶ月もかかってた。へ、結構ね生まれるタイミングっていうのが少しずつ早くなってる。あ、そこは多分、なるほど、あの1月に生まれる馬も結構増えたりして、はい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 、まあ、その中でこの馬は5月生まれ、当然ね馬の1年の中での3、4ヶ月の差なんで、はい、人間に例えると結構な差はあるんですね、うん、成長とか。そうですね、そう、まあ、5月に生まれたこの馬っていうのは今後の成長分すごい期待できるんで、おー、なるほど、伸びしろが大きいというのはそういう部分なんですよね、はい、馬の誕生日っていうのは結構見てるとポイントになる。気にしたことない。そう、まあ、でも今その新馬その2歳とかだからっていうところってことですよね。まあ、そうですね、まあね、若いうちはやっぱりその人の成長曲線っていうのは差が出るんで、はい、まあ、差がそうですよね。5月生まれの馬と1月生まれの馬は当然ちょっと違うし、うんうん、そうか、そうなると1月生まれの子が生まれがこう早いから5月だと遅生まれっていうことなんですね。そうですね、へ、5月にあるともう遅い方なんで、このあたり見ればこう今後伸びしろってなかなか、ね、目に見えるものではないんで、一つ測る要素にはなるんで、はい、なるほど、ちょっと面白いところですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、いつもながらですかね、またここでお知らせの時間をいただきたいと思います、6月12日サイバーファイトフェスティバル、こちら埼玉スーパーアリーナの方で行われるんですけれども、スタートはね14時なんですよ。14時スタートで、私と上福がいる東京女子プロレスと DDT と頑張れプロレスとノア、こうね、その全団体がこのスーパーアリーナで見れちゃうっていう、もう1年で一番大きい祭典みたいな感じなんですけれども、私その14時の前のスターティングバトルっていうね、また別で本戦とは別で試合が3試合ありまして、その中の方に入ってるので角田の試合も見てほしいんで、13時から埼玉スーパーアリーナの方に来てほしいんですよ。なのでその本戦のねカードプラス3試合楽しめますから、ぜひ13時から皆さん
来ていただいて、チケットの方もご予約受けたまわっておりますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。そしてその1週間後6月19日は東京女子プロレス後楽園ホール大会があります。お時間は11時半からです。各社の、ね、DM からでもご予約取れますし、東京女子プロレスの方のメールアドレスでも取れますので、ぜひぜひ皆さんこれを機会に来ていただけたら、サイバーファイトフェスティバルに、ね、来ていただいて、女子プロレス見るの初めてとかともちろんいるし、推しの、ね、団体が新たに見つかるかもしれないし、プロレスデビューっていう方にもぜひぜひ足を運んでいただきたい機会だなと思ってるので、ぜひよろしくお願いします。ということで、はい、なんか言うかなと思ったら、そう、なんかちょっと戻って動いて、そうでもない、はい、大丈夫です。はい、皆さん最後までご視聴ありがとうございました、はい、来週もお得な情報をどんどん発信していきますので、ぜひまた見てください。いきますよ、それではまた来週、またねー。